こんにちは、スタイリストのしゅんです。今日はですね、皆さんもう背景を見ていただくと分かると思うんですが、久々で2回目ですね、サンシャインシティ内にありますワークマン女子の方にですねお邪魔させていただいています。まだまだ暑い日が続くんですが、皆さんもねそろそろ夏服飽きてる頃だと思うんですよね。秋服、冬どんなもの着ようかなと思ってる方のために、実際に店舗にお邪魔して、この中でですねちょっとこのあたりは大人の男性にも似合いやすいかもというものをピックアップして試着しながらですね、皆さんにご紹介をしていきたいなと思っております。まあ2回目で非常に楽しみにしてるんですが、店内どうなってますかね。早速ちょっと行ってみたいと思います。はい、ということでこちらから行きましょうか。まあちょっとね、前回が春夏ということで、だいぶですねお洋服のバリエーションも広がってる感じがしますね。例えば僕の大好物のこういったカバオル、このあたりもかっこいいっすね。実際こうワークマンっていうと、ちょっとこういったワークっぽいものってのは得意かなと思うんですが、ちょっと上品な雰囲気になっていて、これもかっこいいっすね。まあ色もですね、ちょっとミリタリーっぽいようなオリーブなんですけども、まあダークグリーンと言った方がいいかな。すごく深みがあって上品な見え方してくれていて、ポケットもいっぱいついてるから、これはアウトドアシーンでも使えるし、あとはまち着としても使い勝手良さそうなんで、まあ、早速こちらからちょっと着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。めちゃくちゃいいですね。まあ、僕が今着てるのは身長164センチ53キロと小柄な体型なんですが、まあ、ちょっと店頭に置いてあったものが L が一番今はちっちゃかったのでこちらを着ましたが、僕これぐらいでもサイズ感いいかなと思うぐらいですね。なかなかバランスのいいデザインになってますね。僕はカバーオールが大好きで、合計で6着ぐらい持ってるんですが、それらと比べても作り非常にいいですね。デザインのディティールもすごく凝っているので、このあたりもすごくバランスいいですし、例えばポケットもびっくりしたんですが、ここねちょっとこう弧を描いたようなですね不思議なデザインになってるんですが、まあデザインのバランスしてもいいんですけど、ここ手突っ込めるんですよね。ここもポケットになっていて、ちょっとしたものが入れられますし、まあその他にもですね、カバーオールは胸ポケットがあったりだとか、あとはまあ通常ポケットこういう感じで入れられるんですけど、横から入れられるようなポケット使いで、このあたりもちょっと僕の持っているカバーオールとはディティール違うんですが、すごくバランスがいいし使い勝手もいいですね。やっぱりポケットって突っ込みたくなるもんじゃないですか。でこう突っ込むのよりは絶対こっちの方が自然で突っ込みやすいんですよね。その点も含めてすごく使い勝手がいいですね。丈の長さを見ていただくと、お尻がまるっと隠れる、まあギリギリ隠れるぐらいかなの丈感になっていて、これぐらいだとライトアウターとしては大人見えしますし、お尻が丸々見えちゃうとちょっとカジュアルな感じがするかなと思うんですが、これはね使い勝手すごくいいですね。まあ、素材自体もすごく柔らかみがあって、この手触り感もですねちょっとこう気持ちがいいんですよね。まあ、素材自体は環境に配慮した原料を使っていまして、このあたりもですね着ていてこう気分が上がるようなですね細かい部分のポイントが掴んであって、めちゃくちゃいいなと思いますね。カラー展開はちょっとこういったイエローっぽいようなものもあればですね、表記がマンゴーとなってますけど、なかなかいいですね。まあ、デニムのこういったインディゴブルーのカラーもありますし、まあ、3色ありますが、個人的には結構このダークグリーン、これはめちゃくちゃいいですね。で肝心の値段がですね、恐ろしいことになってますね。2900円で税込みですね。3000円を下回るという見え方は全くしないので、これはですねコスパ最強ですね。意外とこれぐらいの価格帯のお店ってあるけど、カバーオールでこんなになんかしっくりくるものってなかなか置いてないので、これは名品だと思います。ぜひチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いてこっち見てみましょうかね。なんかワークマンさんのイメージであんまりニットってなかったんですよね。やっぱこう作業着から始まってという成り立ちがあるので、あまりこう作業着でこうニット着るってないじゃないですか。なのでこういったもののイメージってあまりなかったですが、今季は展開すごく広がってるなと思いますね。こういった V 字のカーディガンだとかもありますし、あとはこういったですねニットベストみたいな感じのものもあるので、結構バリエーション豊富になっていますね。個人的には大人世代の方々に着ていただきたいのは、こっちのやっぱりベーシックなカーディガンタイプですかね。これはすごくバランスがいいです。結構ですねニットのこの厚みですよね、カーディガンにおいてはここが重要だなと思ってまして、大人世代だと結構薄手のタイトなカーディガンのイメージを持っている方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあ最近はですね T シャツとかシャツの上にこうアウター感覚でちょっと地厚なニットをゆるっと着るのが流れとしては来てるかなと思うので、そういった感じで使っていただきたいんですね。まあこちらのカーディガン最初からサイズ感も少しゆとりがありますし、厚手なので体のラインも拾わない、ちゃんとアウター見えしてくれるので、夏の終わりで T シャツの上にさらりと着る、
る、まあ、僕は今 T シャツなので、まあ、この上に着るぐらいがちょうどいいかなと思うんで、これもちょっと着てみたいんですよね。でカラー展開がですね、これがオリーブ、オリーブの中でもミリタリー調のなんかこう明るい感じではなくて、結構深みがあって上品、大人っぽく見えるようなオリーブで、すごく好きな色ですね。オリーブも厳密に言うと結構薄いオリーブもあれば濃いオリーブもあって、このオリーブの感じはすごい好きですね。あとはちょっとグレーの中でも明るい感じですかね。これで表記がですねグレーモクということで、まあ、ちょっとこの色の混じり気が楽しめるというところで、これもいいですね。白 T なんかで合わせたらこれもいい色だなと思いますし、個人的にはやっぱりこのダークグレー好きなのでこれがめちゃいいと思いますね。グレーの中でもまあ比べてもらうと、まあ、ミディアムグレーぐらいの色味と、こういった濃い感じになってくるとではまた見え方変わってくるかなと思います。秋のスタートぐらいだとこれぐらいがいいかなと思うんですが、深まってきた頃にはこういったダークグレーなんかもいいかなと思うんで、どれ着ようか難しいところですが、今カバーオールがグリーン系なのでちょっとダークグレーを着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。もうこれは想定通りめちゃくちゃいいですね。まあカーディガンの中でもですね、ローゲージ結構ざっくりと編んでいるので、アウター感覚でさらりと着れるのがいいですね。まあ、重たくなくてずっしりしてないのがいいですね。まあ、僕もですね昔からこういったローゲージのカーディガン好きでよく着てたんですが、結構前のものは重たくてですね肩凝るイメージが強かったんですけど、これは軽いし肌触りもすごくいいので、 T シャツの上にさらりと着ても全然問題がないなと思いますね。今着用してるのが M サイズです。まあ、僕の場合は M でいいかなとは思うんですが、もうちょっと緩めに着たいという方はワンサイズ上げてもらってもいいかなと思いますね。もう合わせ方はもうほんとこの感じでいいと思いますね。 T シャツ着てブラックのパンツ履いてグレー、まあ、オリーブで同じことやってもらっても全く問題がないので、僕はまあタックインして着てますが、タックアウトでもいいかなと思います。使い勝手良さそうですね。ライトグレーなんかもね良さそうなんですが、このあたりはですねぜひ皆さんお好みで選んでみていただければなと思っております。続いてはですねこっちのゾーン行ってみましょうか。決まる服かっこいいねっていうね、いいですね。なんかだいぶこうイメージっていうものが変わってきましたよね。ワークマンもかなりこうトレンド感のある服みたいなものも増えてきてるので、トレンド感のある服ってやっぱりこう気軽に買いやすい値段っていうところもすごく重要になってくるので、まあ、ありがたいですよね。ちなみにこのカーディガンいくらだったのかな。これも1900円か、すごいですね。まあよくできてます。質感もねすごくいいし、チープな光沢感みたいなのもないので、これで1900円は恐ろしいですね。でこのボトムス行きたいんですが、これはですねちょっとクラシックな要素が詰まったボトムスになっていまして、ちょっと一本広げてみましょうか。まあ、ベージュ系のパンツといえばもう定番的なんですが、まあ、タックが入っていまして、ちょっとクラシックな要素ですね。ここのポケットなんかはですね、まあ、昔のこう懐中時計なんかをですね収納できるような、そんなディティールになってまして、かなりですね太さもあります。ちょっとこうもも周りにゆとりがありながらも、膝下ちょっとだけテーパードかけるぐらいの感じで、これはいいですよね。パンツ専業ブランドとかがやりそうなすごい綺麗なシルエットで、これクラシックに着るにはすごくいいんじゃないのかなと思いますね。まあ、実際に素材違いではあるんですけど、こちらで履いているのがまさにっていう感じなんですけども、非常に雰囲気いいですね。もも周りかなりゆとりがありますが、膝下は適度にこう絞ってあるので、だらしなく見えない、このバランスがいいんじゃないでしょうかね。まあ、ベージュでちょっとこうクラシックな感じもいいし、こうツイード調のやつもいいですよね。この色もいいですね。まあちょっとブラウンなのかな、ヘリンボンブラウンっていうのもありますが、個人的には一押しはヘリンボングレーかな。この色がすごく好きですね。グレーのちょっとやぼったいヘリンボンのスラックスって僕は大好きなんですが、まあ、ジャケットとかコンブレとかで合わせてもかっこいいなと思いますし、様々な着方ができます。白シャツと合わせていただいてもいいと思いますし、こういったものが、まあ、2500円ね、タックテーパードパンツいいですね。皆さんトライしてみるのもいいんじゃないのかなと思います。はい、続いてですねこちらの列に行ってみましょうかね。まあ見えてくるのがこういったハーフジップのスウェット、このあたりもトレンド的なアイテムで、今年の秋冬も継続して使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますね。このグレーの感じもねすごくいいですね。まあ、ちょっと木感があってすごくバランスがいいし、ジップもですねしっかりとしたもの使ってるので、このチープ感が全くないですね。1780円なんか値段いながら笑ってしまいますが、すごいコスパを誇って
ておりますね。で、色はグレー系もあれば、こちらはブラックかな。ブラックも大人世代には使いやすいかなと思います。先ほどのグレーのですね、このタックパンツと合わせたりだとか、こんな感じも良さそうじゃないですか。うん、こんな感じでちょっとクラシックな路線で、攻めてみるのもいいかなと思います。で、もうちょっと季節が進んだら、ロング丈のコート、一番外側に着てみたいな感じで、ちょっとこうスポーティーな感じとクラシックな感じをミックスするのも個人的には好きなので、なかなかいいんじゃないですかね。ハーフジップもね、なかなかこう大人世代が買おうと思った時に、高いものだといきなりはきついなと思ったりすると思うんですけど、ワークマンさんだと金額が1780円なので使いやすいと思いますね。まあ、その他にも、まあもう定番的なフーディーですよね。このあたりもしっかりと用意があります。グレーとブラックね。で、色はですね、まあグレーもいいんだけど、ちょっとシャープなブラックあたりがかっこいいんじゃないのかなと思いますね。うん、久々にこうスウェット、パーカー着たいなっていう気分の方もいらっしゃると思うので、これもかっこいいと思いますね。あとはですね、気になるのが、このシャツかな。すごそう。うん、こういったシャツ単体でも使えそうなんですが、割とこうアウターっぽい見え方のシャツですね。ポケット使いが結構特徴で、通常だとこう左胸一箇所だけのポケットが多いんですが、まあ左右対称にポケットが胸についていまして、アウターライクに使えるんですね。僕はこのあたりのですね、まあシャツアウターみたいなものが大好きなんですが、まさにこのあたりもしっかりとやってくれていて、どっちも良さそうですね。ちょっとこう色の感じとしてはグレーとブルーなんですが、ペタッとした感じじゃなくて、ちょっとこうなんだろう、ムラ感があるのが特徴で、このあたりのややヴィンテージライクな雰囲気もすごく良さそうなので、こちらも着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたが、いかがでしょうか。これまた仕上がりすごくいいですね。まあ、いろいろとお伝えしたいポイントがあって、まずは生地の色味がすごくいいですね。先ほども触れましたが、ちょっとこうムラ感があるような雰囲気で、このあたりのペタッとしない色合いがいいですね。ブルーの中でもネイビーとかよりも明るくてですね、ちょっとライトブルーみたいな感じなんですが、夏のこう爽やかなブルーというよりは、秋とかに着てもですね、なんか季節感が漂うような、ややこうくすみ感のあるブルーで、この色の表現が僕はすごくいいなと思いましたね。で、通常のシャツに比べるとボタンが大きいんですよ。なのでアウターっぽいような見た目になってくるんですね。で、ボタンの色自体もですね、本体に馴染ませるようにしっかりと細部まで作り込まれているのもすごくバランスいいなと思いますね。今 M サイズ着ていますが、まあ、場合によってはワンサイズ上げて緩く着るのもいいかなと思いますね。グレーと2色ありますが、これは名品だと思いますね。で、表面がですね、ちょっとビキモをしてるんですよね。このあたりも、まあ、言われないと分かんない程度ですが、触ると確実に分かるんですね。ちょっとこの触った感じが気持ちのいいタッチになっていて、このあたりも含めてやっぱ秋向けのシャツだなと思うので、1枚あると便利だと思います。これから先上にアウターとか羽織っても使えるような、まあ1枚でも主役になるし、それ以外でも使えるというところで、すごく便利なシャツかなと思います。価格は1900円、買いやすいっすね。すごいなと思いますね。こういったものもあれば、あとはですね、こちらはちょっとこうスウェードライクなアイテムですよね。まあスウェードというとやっぱりこうレザーなので、どうしても手入れもしづらいところもありますし、あとはですね、どうしてもこう重たかったりとかいろんなところありますが、これスウェードライクなので、気軽にこう風合いとしてはスウェードタッチなところをしっかりと活かしながらも、見え方もすごく今っぽくていいし、これはバランスいいんじゃないのかなと思うんですよね。ちょっとこう MA1 ベースのデザインもかっこいいし、あとはこれもですね、ちょっとこうシャツアウターっぽいカバーオールっぽさも出るかなっていうようなアイテムですね。ストイックなブラックでまとめるのもいいと思いますし、少しこう味わい深いような、まあ、ベージュからこうブラウン系の感じなのかな。表記はキャメルとなってますね。このあたりもちょっと渋みのあるカラーでいいなと思いますね。どうしようかな。せっかくだからこれもブラック着てみようかなと思います。はい、着てみました。いかがでしょうか。これはワークマンっぽさがまるでないアイテムですね。まあ良い意味なんですけども、この感じはシャープでかっこいいですよね。ちょっとモード感漂うような雰囲気で、なかなかバランスがいいですね。素材の質感もですね、柔らかくて肌触りもいいし、やっぱり重量感ないので気軽に着やすいですよね。ライトアウターとしてこれさらりと着てみるのも良さそうなので、まあ割とこの M サイズだとコンパクトなサイズ感なので、これぐらいのね、こうジャストサイズで着ていくのもいいと思いますし、あとは、まあ、ワンサイズアップでもいいと思いますね。まあ、先ほどのタックグレーのパンツあたりも、またこれも相性良さそうかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。
思います。このあたりが結構喋りたいこと豊富なので止まっちゃってますが、例えばこういったミラノリブニットですよね。このあたりも使い勝手がいいですね。いわゆるこうニットなんですけどスウェットライクなので気軽にこう着やすいってところですよね。このミラノリブセーター、色がこれチャコールグレーっていうような表記になってるんですが、僕の目だとちょっとこうグレーとパープルが混ざったようなこの曖昧なカラーに見えてすごく色合いいいんですよね。これもすごくおすすめです。ブラックとグレーが今並んでいますが、両方とも使いやすそうですね。大人のカジュアルでは絶対こうマストになるようなニットで、これは使い勝手いいと思いますね。価格がこの1900円、いやー相変わらずぶっ飛んでますね。価格帯がなんかバグってきますが良さそうです。あと気になるのはやっぱやっぱりこう旬なですねドライバーズニット、このあたりも使いやすそうですね。はい、これもトレンドアイテムの一つなので、まあ、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。通常の丸首のニットに比べるとやっぱり表情は変わってくるんですよね。これもベーシックっていう感じで鉄板で持っておきたいものなんですけど、ドライバーズニットになってくるとやっぱこのジップが入ることでだいぶ印象変わってきますよね。縦にこう入ってくるので、このシルバーの色合いもですね一つのアクセントになるし、なかなかバランスがいいです。中肉厚でちょっとざっくりめに編んであって、これもワークマン感は全くないようなアイテムですね。ちょっとこれも今までにない感じなので着てみたいと思います。はい、着てみましたがいかがでしょうか。これはねすごいです。いくつかポイントがあるんですが、見た感じは割とこうプレーンなですね、こういったドライバーズニットの感じなんですよ。だけどもいくつかポイントがあって、まずは価格帯がやっぱりこの抑えめの2500円っていうところをちゃんと理解した上で、このねダブルジップになってんですよね。これなかなかなくて、服好きな人ってやっぱりダブルジップかどうかをすごく見るんですよ。僕もそうで、ここがちゃんとこう開閉できること、下から開閉できることで下に着ているこうインナーとかを見せることができたりだとか、あとはこのシルエットを変えることができるので、結構僕にとってはダブルジップはすごく重要なポイントなんですが、この価格帯でしっかりとダブルジップになっているというところ、そして今ここにポケットを手突っ込んでますけども、このあたりもサイドについてるのはめちゃくちゃ嬉しいポイントですね。もうこれが単体でアウター的に使うこともできるような要素になってくれるので、まあこのシンプルな中にいろんな要素が詰まっていて非常に使い勝手がいいなと思いました。まあ色はですねブラックか、もしくはこういったちょっと明るめのライトグレーですかね、このあたりもいいかなと思うので、ぜひチェックをしていただきたいなと思います。そしてそのまま横、ここはボリュームすごいなはい、タック系のパンツですね。このあたりも使い勝手が良さそうですね。まあ、ブラック系はもう間違いがないんですが、まあこれ殿堂入り系のアイテムで、個人的には結構この色の表記なんて書いてあるかな、オリーブドラブと書いてありますね。これすごくいい色ですね。まあ、美光沢があってで、オリーブなんだけどちょっとグレー味があるというか大人見えするようなカラーで、ドライバーズニットのこのブラックと合わせてもらってもすごくいいですね。この色は他では見ないかな。オリーブなんだけどグレー感があって大人にも使いやすいようなものですね。これ一押しです。このパンツはブラック殿堂入りのオリーブがめちゃ押しですね。あとブラウンもいいっすよ。結構ワークマンの色ってすごいなと思いますね。なんか外しがないやつが多くて、なんかこうクロート感しっかりと漂うような色も多いので、このあたりも含めてチェックをしていただくといいかなと思います。はい、続いてこっちのゾーン行ってみましょうか。ソロテックス使った、まあ、セットアップですよね。このシリーズっていうのはもう数年前から展開してますが、秋冬バージョンすごく素材感も上品でいいですね。プレミアムスーツジャケットということで、このあたりは上下でしっかりと揃えていただくといいかなと思いますね。これ裏話なんですけど、これ作っている工場がセレクトショップの商品なんかも作ってるような、結構ですね品質ちゃんと管理されてる工場で作ってるので、そのあたりも含めてこの価格ですよね。ちょっと驚きですよね。ジャケット3900円、そしてボトムスで2900円、もう上下で1万円以内で買えてしまうってことはもう驚きでしかないですね。で、生地もこうソロテックス使ってるので、そのあたりも含めて非常にバランスがいいですね。よくできてますね。で、色はブラウンだとかブラックだとか様々な展開があって、まあ、個人的にはやっぱりネイビーから持っといていただきたいんですが、今季はなんかブラックでシャープにまとめるのもいいんじゃないのかなと思っております。じゃあこっちの方もちょっと歩いてみましょうかね。かなりこの辺りで時間を使いましたが、まあ、定番のこういった一年中使える素材感のものもあって、まあ、先ほどのこうパリッとしたスーツっぽい感じもいいですが、ラフな生地感のものもいいので、こういった感じで中ボーダーのカットソー入れてセットアップみたいな感じも大人のカジュアルとしてはすごくいいかなと思うんで、こちらのシリーズも相変わらずいいですね。ボーダーのカットソーもなんかいいっすね。柔らかい質感もあるし、すごく使い勝手がいいので、内側に入れていただ
ただくとこれまた使いやすいですね。メンズのこうカジュアルシーンでキーになるようなアイテムが一通り揃ってる感じなので、まあ、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。またフーディーとかもね、このあたりもしっかりとあってバランスのいいものたくさんありますね。まあ、このあたりはなんかカジュアルな雰囲気なのでワークマンさんっぽさがあるんですが、結構このあたりのスウェットもいいですよ。ちょっとこうもちっとしたダンボール構造のですね、こういったパーカーなんかもすごくいいですよね。グレー系ちょっと木っぽさも漂っていて、このあたりもバランスがいいですね。ポケットもですね、こう外付けの感じはなくてサイドポケットなので、こうスポーティーになりすぎない感じ、これがねすごくいいので、セットアップで着ることもできるし、なんかワンマイルウェア的に1枚着てもらうとすごくいいんじゃないのかなと思いますね。まあ、最初からちょっとビッグシルエット気味なのも個人的には嬉しいポイントかなと思っております。そしてこっちのゾーンも行きましょうか。まあ、シャツとかもね結構揃ってますね。ちょっとこう古着っぽいアプローチのチェックシャツ、このあたりもですね、今季なんかは1枚持っておいても面白いと思いますね。まあ、ブラックベースのちょっとオンブレチェックっぽい感じもいいですしね、このあたりもあるし、まあ、価格帯が買いやすいのでちょっとトライをしてみるのもいいかなと思いますね。まあえてちょっと大きめに着るぐらいの感じで今っぽい雰囲気に落とし込んで、ブラックのパンツとかそのあたりで合わせるといいんじゃないのかなと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はですね、サンシャインシティ内にあるですねワークマン女子の店舗にお邪魔させていただきまして、秋冬の中で特におすすめのアイテムを皆さんにですね、何選になったかわからないぐらいご紹介させていただきました。相変わらずですね、機能性という部分はしっかりと担保しつつ、今のトレンド感を抑えたようなアイテムからベーシックで使いやすいものまでしっかりとラインナップされているので、かなり大人の男性にとってもですね使いやすい商品ラインナップになっているかなと思います。ぜひ皆さんもですねオンラインでチェックしたいですとか、あとはお近くの店舗でですね実物を見て楽しんでいただければなと思っています。はい、またワークマンさんの店舗には改めてお邪魔したいなと思ってますので、これからの動画も楽しみにしていただければなと思っております。以上、スタイリストのしゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。